9月9日、秋区矢野南の矢野南会館で、平成24年敬老祝賀会が行われました。矢野南学区社会福祉協議会が主催し、学区内で今年75歳以上になるお年寄りを招待しました。さて、敬老会は、長寿の皆様にゆっくりと楽しんでいただくことと、また皆様から我々がいろいろと学ばせていただくことの双方が大切であろうかと思います。この地域では今年75歳以上になる方が246人いらっしゃいます。それではこの日はそのうち53人が出席しました。山南にお住まいのおじいちゃんやおばあちゃんにも長生きをしてもらいたいと思っています。いつまでもお元気でいてください。児童代表山内桜子、西本美優。会では地域の方による演芸も披露されました。長寿のお祝いに詩吟やコーラス、大正ごとが披露され、会場の皆さんは一緒に歌ったり笑ったりと楽しいひとときを過ごしました。また矢野緑幼稚園の年長さんと一緒に出遊びをして交流を深めました。この時間は園児さんからおじいちゃんおばあちゃんへのインタビューもあり、皆さん笑顔で質問に答えていました。会の最後には年長さん全員で手作りしたペンダントのプレゼントもあり、思い出に残る素敵な祝賀会となったようです。もう孫が大きくなってるから可愛かったです。いいことですね。こういうことはずっと続けていきたいですよね。長生きできたんじゃないかと思ってるんですよ。また今からもね、まだまだ元気で、やっていきたいと思います。嬉しかったよ。くよくよしない、みんなと仲良く楽しい人生を送りたいと思っています。もう一枚